今回の鉄道日本リアルプロ、特急ロマンスカー小田急電鉄編は、江ノ島線、今映っている車両が、舞台だぜ。この車両は、メトロの北千住や、JR の御殿場の方へも行ってるのよね。この車両が一番、長距離走ってるんだろうな。小田急の中でも、一番頑張ってる車両とも言えるわ。今回は MSE6 万型をプレイだぜ、まあ。ゆっくりしていってね。特急ロマンスカー江ノ島線を選択よ。相模大野発、片瀬江ノ島駅だぜ。途中の停車駅は、藤沢だけね。乗り換えのある、大和や湘南台は通過なんだな。相模大野から出発よ。要は、北千住から相模大野までは、この車両10両だったんだな。前6両はメトロ箱根号だったのね。後ろ4両はメトロ江ノ島号で、今回運転する車両だ。普通の一般車両とは、違うの？速度を抑えてくれる四足ブレーキがあるということだ。それでは、列車が分離する映像をご覧ください。相模大野だぜ、小田原線乗り換えは、隣の2番ホームだぜ。オーバーランに注意しろ？どういうことかしらね？出発進行。点灯よし。相模大野、出発進行だぜ。停車駅まで約22キロの道のりね。次の藤沢まで、約20分の運転だ。結構長い道のりね。箱根湯本に、箱根号とかも、長い区間走ることあるからな。名鉄の時もそうだったけど、ミュースカイの中部国際空港行きやった時は、神宮前から常滑までは、長かったわ。あんまり通過が長いと、集中力がなくなるわけだし。現場の運転手さんたちの集中力はすごいわ。小田急にもロマンスカー専用のエリート運転手さんいるの？聞いたことはあるが、今はどうだったかな？そうだとしたら、新幹線の運転手さんみたいでかっこいいわね。詳しい話は、忘れたけどな。相模大野からご乗車のお客様、ご利用くださいまして、ありがとうございます。メトロ江ノ島93号片瀬江ノ島行きです。停車駅は藤沢、片瀬江ノ島です。電気、お手洗いを含めまして、電車禁煙です。化粧室、お手洗いは8号車にあります。お飲み物の自動販売機は9号車にあります。携帯電話はマナーモードに設定し、通話は電気でお願いします。進行。次は藤沢に停まります。Welcome aboard the Limited Express Romance Car, Metro Inoshima, number 93 to Katase Inoshima. We will stop briefly at Fujisawa before reaching the Katase Inoshima terminal. Please do not smoke in the street. Restrooms are in cars 8. A vending machine is in car 9. Please use your mobile phones and protect between the cars. Shiko.The next stop is Fujisawa. OP13.というわけで、東林間通過しました。次、中央林間通過だ。今下り坂走行中だけどね。ブレーキのところに入ると、四速ブレーキになったわね。下り坂でも、速度が出しすぎないよう、固定して走ってくれるとかで。急行運転の車両では、マスコンで低速モードにできるし。でもな、下り坂から上り坂になったとき速度を切るから、これが下よな。四速ブレーキモードが効かなくなるわね。下り坂専用のブレーキシステムかもしれんな。中央林間よ、東急田園都市線に乗り換えよ。通過してるのだから、乗り換えできんだろうよ。
中央林間、通過。ここは、林間と駅が続くのね。東林間、中央林間、南林間ってな。北林間や西林間ってあるの？そんなもん、あるわけないだろうよ。Google マップ見ても、ないなぁ。東林間なんて、北側になるのに、東林間なんて納得いかないわ。そんなこと言われてもなぁ。それに林間って、大統領の林間？絶対違う、多分違う。それとも林間学校という意味？林間学校やるような地域だったのかな？当時は、自然豊かな町だったかもしれないわね。そうじゃないから、多分。画面の切り替えは？おいおい、まだ操作できんの？やり始めて、間もないから、まだ不慣れなのよ。なるほど、この画面が見やすいな。私たち、素人は、こっちの方が見やすいのよ。南林間通過。この辺は大和市に入ったな。大和って、ラジオでよく聞くんだけど、何だったかしら？ラジオ？どういうこと？あら？道路関係でよく聞かないかしら？なんだろうな、道路関係って。大和トンネルがなんとかで、何キロとか。わかった、はい、ズーム通過。お前がよく聞くのは、ラジオで、東名上り、大和トンネルを中心に渋滞5キロとかだろ。そうそう、それよ。小田急と関係ないじゃん。小田急も混まないかしら？ダイヤグラムで設定してる鉄道が、渋滞するわけないかろ。そうよね、うん。京王なんか、本数多すぎて、団子渋滞とも言われてるのもあるけどな。ごめんね、ボタン押し間違いを。おいおい、これじゃ、徹子ちゃんやー、速度と距離わからんわ。つうか、停止位置までの表示を直したいのよ。キロだったのに、センチになってる。よかった、キロに直ったわ。センチで表示されると、ますますわけがわからんわ。わはは、そうね、16よろず7000センチとかう。もう、ボタン操作間違えるよな。はい、綿棒。まったく、この子は。さらば、地球よ。はい。旅立つ船は、船でどこへ行こうと？宇宙戦艦、ヤマト。ヤマト市とヤマトは全然違うから。あら？2199年にここから飛び立つんじゃないの？飛び立たないし、あれはアニメの話だからな。何度も言うが、ヤマト市とヤマトは全然違うから。だって、ここ基地あるじゃない。あれは、米軍の厚木基地だから、全然違うわ。あそこ行って、ホットドッグ食べたいわ。むちゃくちゃだわ、この子。ヤマトよ、その鉄線が乗り換えよ。降りられないし、止まらないから、乗り換えできん。ここから横浜にも行けるから、結構便利なのに。ビジネス特急じゃなく、観光特急だから、無理だ。ヤマト、通過。次、桜が丘だけどね。桜が丘がどうかした？京王にも同じ駅名なかった？あれは、確か、成績桜が丘じゃなかった？どうすんのよ、新宿から桜が丘に行きたいときに。京王と小田急間違えるわけなかろう。京王の方、成績とついてるし。そう言われてみれば、そうねう。でもまあ、二駅名はややこしいわな。このチャンネルで何回も言ってるかと思うけど、田町と町だとか、浜松町と浜松とか、青海と青梅う。青梅にビッグサイトあったら、びっくりだわう。目白と目黒とか、渋谷、阿波屋とか、阿波屋という駅あったか？それはわかんないけど、まあ、行き間違い、読み間違い、見間違いは、結構あるしな。漢字などの読み方がややこしいのよ。つまりね、小田急桜ヶ丘とつけるべきよ。うん、小田急相模原、小田急長山、小田急多摩センター、などな。そこまでしなくても、間違わないだろう。そんなこと思ってるの、私だけ？うん、霊夢だけだう。行き方わからないんだったら、ネットで調べるしな。機械音痴がいたら、どうすんの？そんなこと言われても、知りません。誰かに聞いて、行った方が早いだろうし。駅員か案内係員がいるから、そっちの方へ聞いた方が早いわね。甲賀渋谷通過だ。渋谷というついた駅名が出てきたわね。渋谷と間違えるなんて人もいるわけないない。どうすんのよ、渋谷と勘違いした若者が甲賀渋谷駅にたくさん来たら。渋谷は人気を誇る街なので間違いがございませんが、まあ、まるまるし渋谷町一丁目とかあるもんね。渋谷行ったことない若者でもスマホで調べればすぐ行けるだろうよ。渋谷とついた駅名、小田急の甲賀渋谷だけかしらね。駅関連では、それだけしかないなぁ。あとは、バス停の名前とか。
渋谷区役所前とか渋谷田原とかありそうなだな、バス停なら。なんか田舎のバス停にありそうな感じね。ところで長いなぁ。20分ぐらいといっても何をしたらいいのか、ネタ切れになりそうだなぁ。小田急の創立した話でもやってみる。大方どこかのチャンネルでやってるだろうしなぁ。小田急の紹介してもみんな知ってるわよね。総延長何キロあるとかな。私鉄を紹介すると大変な路線あるわよね。もしかして東武鉄道。東武も西武もすごいけど名鉄と近鉄よ。近鉄が日本一総延長が長い会社だったな。次が東武鉄道だったかしら。進行。高座渋谷、通過。次の兵庫で藤沢市になるな。この特急、なんで藤沢が停車なの？東海道線の乗り換えだから。全然違う、藤沢はどうしても止まらないといけない駅なんだ。なんでかしら。ここで正解言うとつまらないので、藤沢到着するまでお考えください。藤沢駅の混雑が理由しかないんだけど。それもそうだが、藤沢通過は絶対できん。快速急行や急行でもな。藤沢も主要都市だから全列車停車なのね。まあ一旦この話は置いとこうか。一体藤沢駅に何があるのよ、気になるわ。時間はあと10分あるからそれまでは考えような。わかった、江ノ電ね。江ノ電もあるからなのね。それも違います。何度も言いますけどね、藤沢駅は絶対通過できない。通過したら大変なことになる。はい。パニックになる。おそらくパニックになるな。まあ藤沢に着くまでに考えればいいのね。ごもっともでございます。わかった、事故が多いとか。だからね、正解は藤沢に着いたら行ってちょうだいな。もう乗り換えと混雑しか思いつかないわよ。間もなく兵庫通過しますよ。マリサの意地悪。多分急行列車が待機してるぞ。これ各駅じゃない？出発進行。本当だ、6両かな。通勤型で6両と8両はほとんど各駅停車ね。兵庫通過。次は湘南台だ。もともと急行と快速急行の停車駅ではなかったみたいね。湘南台。そうね。あれは藤沢市の都市計画案で停車駅になった話だったかな。藤沢市と小田急と相鉄に横浜市へ地下鉄の接続計画。詳しい話は知らんが、藤沢市の要望で相鉄泉の線と横浜市へ地下鉄ブルーラインが湘南台まで延伸したいということだったかな。それで小田急に急行と快速急行は湘南台停車しろと藤沢市から要望案出されたのね。その影響で都市開発し、駅周辺はきれいに整備されてな。新しい伊東洋華堂ができたり、近くに大学あるみたいね。伊東洋華堂と大学は結構離れてるけどな。Google マップで見たけど、いすゞ自動車の藤沢工場があるわ。その影響で、湘南台も人口が増えて、町が発展したんだな。2路線とも横浜行けるしね。相鉄だと東急経由で埼玉の方へ行けるから、とっても便利だしな。ここもいいけど、家賃高そう。湘南台、通過。むつあい日大前も大きい大学あるな。日本大学？そこには、付属の中学と高校もあるから、結構広いぞ。エリート学校よね。あるのはそれだけだな。この駅も学生さんたちが多そうね。急行に乗って、兵庫で各駅停車に乗り換えるんじゃないか？上りだと藤沢から各駅に乗ってくる感じかしら？ラッシュアワーの時間帯は、止まってほしい駅でもあるな。この辺だったかな？何が？シンゴジラで、ゴジラが出てきた場所って。そんなマニアックなこと言われても知らん。江ノ島から再上陸して、武蔵小杉経由で、東京へ行ってるんだけどね。武蔵小杉は、多摩川の攻防戦だったかな。小田急沿いの映像かと思ったんだけど、気のせいかしらね。気のせいだ。むつあい日大前、通過。2023年のゴジラ映画も面白かったけど、シンゴジラも良かったからね。暇な時見てみるわ。ゴジラマイナスワンのブルーレイ出たら、絶対買うんだから。私は、レンタルするわな。次は、電量よ。良い行いと書いて、電量ね。そうなんだがな。私には、おまじないの感じにも、捉える駅かと思うんだけどね。そういや、霊夢は神社の巫女さんだもんな。昔、この神社は悪い霊と書いたんだわ、きっと。それで私みたいな、神使いの人が倒して、結界張って、電量になったのよ。
私には悪い人たちを懲らしめていい人たちが生まれるように善良になったと捉えるんだが、まあそれだと悪い人たちが反省していい行いをするようにという気持ちも込められてるわね。でもな、マップで見ると普通の街があるのは陸上競技場しかない。地域で有名な神社やお寺がありそうな感じな駅名だけど、それすらないんだよな。善良があれば悪用という駅もあるんじゃないの。そんな駅名誰もつけないし、駅で嫌だろうよ、鉄道会社も。さらに駅みたいで怖いわね。それに乗ってその駅で降りたら二度と帰れない噂か。路線図にない電車があるのは怖いわね。ないと言っても過酷か回想ぐらいだ。あら、信じてないのね、マリさん。私はオカルトは一切信じません。ふふ、夢がないわね。私は科学を信じてますから。魔女なのに善良、通過。やっと藤沢本町まで来たわ。ネタ探すのに苦労したな。ゲームは楽々にできるけどね。実況の編集はいかに大変かわかるわ。駅出発したらただいま加速してますとか、ただいま80キロで走行してますとか、今坂下ってるところとか言うしかないわね。急停車したら申し訳ございませんとか。このゲームに緊急事態発生なんてあるわけなかろうよ。実際の小田急、毎日トラブル多いらしいわよ。このゲームでそこまでしたら鉄道会社イメージ崩れるだろうよ。でも昔の THG 山手線ゲームはトラブル対応あったんだけどね。あれは遅れてもそのまま終点までやれたかな。ストームでそれらしいのあったわね。金額そこそこだし余裕あったらな。藤沢停車のアナウンスだぜ。方向変えて片瀬江ノ島へ行くんだ。これは知らなかったわ。これで通過できない理由わかっただろ。止まんなかったら車止めに衝突して大惨事になるわよね。小田急としてはこのまままっすぐにしたかったみたいだな。藤沢本町から片瀬江ノ島までね。ところが今月あるには JR の藤沢駅があるからまっすぐにはできんかったということも考えられるな。乗り換えが遠くなるわう。だからこの藤沢駅でスイッチバックという形にしたということが妥当かな。そりゃ江ノ電もあるからその通りじゃないの。 JR 藤沢駅が小田急のために移動工事なんてやらんだろうし、当時大変だったんじゃないの。小田急は急カーブに急勾配、無理やり作った感じがあるな。そのために速度が35キロ走行、ノロノロだけど仕方ないんだよ。というよりも停車時間まで大丈夫かしら。約1分と10秒ぐらいだな。時間余る？足りない？グラフの指示でやってるわけだし大丈夫かと。もう少し速度落とすべきかしら。ここから様子見ながら慎重にやっていくしかないだろうな。残り 100m 切ったわ。これは時間余るな。大幅な装着になるわね。それに本当に行き止まりなのね。ご覧の通りでございます。オーバーランしましたう。藤沢、停車。オーバーランは大したことないけど、停車時間が装着しすぎたわ。これでも A ランクだ、よしとしまようか。小田急藤沢駅が車止めで、スイッチバックになるなんて、知らなかったわ。路線図だと、まっすぐになってるから、
知らない人は、ここで方向転換になってるなんて、思わないんだろうな。要は、前後の運転席が違う？前がボックス型、後ろが展望型と言ったらいいのか。これが、ボックス型ね。方向が変わり、展望型で片瀬の島へ行くんだよ。次は、終点の片瀬の島よ。オーバーランに注意ということは、藤沢駅と同じく、江ノ島駅も始発式ホームだ。点灯よし。藤沢、発車。終点の江ノ島まで、もうそこね。この先35キロ制限だから、気をつけてな。ポイント切り替えで、左側に行くんでしょ。あらら、速度大丈夫ですかね？これは、いけないわ。グラフの赤い線より、上には越えてはいけない、決まりだったわな。てつこちゃんごめんね。あと2回これやったら、ゲームオーバーだからな。気をつけまーす。余計な操作するとあれだから、マスコン切ったままにしようか。ブレーキは翼速でいいんじゃない？うん。藤沢からご乗車のお客様、ご利用くださいましてありがとうございます。次は終点片瀬江ノ島です。 The next stop is the 片瀬江ノ島 terminal OE16。 本公家沼と公家沼海岸は通過ね。そしてこのまま終点の片瀬江ノ島へ参りますね。路線図見ると、快速急行が藤沢までね。急行は片瀬の島まで行くんだな。時刻表を見ると、急行も藤沢までよね。行くのは、特急と各駅のみだな。藤沢で乗り換えて各駅で片瀬の島へ行く感じね。急行や快速急行に乗った場合だな。そもそも、通勤型重量で江ノ島まで行くのが、面倒くさいんじゃないの？通勤型は各駅停車の6両しか走ってないみたいだな。急行も6両？多分な。まあ、短い区間だから、各駅停車で、藤沢、江ノ島間は折り返し運転でいいんじゃない？何度もポイント切り替えていくのも、大変らしいな。本公家沼のホーム見えてきたわ。ホームなんか短くないか？ほんとだわ。これは、6両か8両編成のホームだろうな。特急や急行が止まらないから？公家沼海岸、通過。次の駅は海岸と名付けてるから、近くに海水浴場あるわね。夏は、人気の海岸エリアだから、海水浴の客が多いだろうな。私は、海よりプール派だけどね。そう？私は海の方がいいが、私運転でみんなドライブ。いやいや、他の動画でもマリサ運転下手だって。まあ、なんて失礼な子ね、私よりサナエが運転下手だわ。私の方が運転上手よ、バカにしないでよ。あら、いたの？片瀬江ノ島駅の遊具場の駅舎が見たくて、乗ってるよ。そういや、遊具場だったわね、駅舎。ともかく、マリサに運転させちゃ、ダメよ、霊夢、わかったわね。まあ、ゆっくりサスペンス劇場で、マリサが運転下手という設定だしね。はい、運転下手というイメージでいいですわ。そもそも、この辺もそんな速度出せないわね。カーブが多いから、速度出しすぎには注意だろうよ。ちょうど各駅停車が見えたわね。これで何両あるか見てみるか。6両ぽいね。Sホームも6両編成仕様だな。公家沼海岸、通過だ。最後のアナウンスよ。まもなく終点片瀬江ノ島に到着いたします。特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。Thank you for taking the Limited Express from Amcar, Metro Hiroshima, number 93.
特急ロマンスカーメトロ江ノ島93号をご利用くださいましてありがとうございました。特急ロマンスカー重ねてのご利用をお待ちいたしております。車内落とし物お忘れ物なさいませんようご注意ください。というわけで終点の片瀬の島に到着です。エノデンが乗り換えだぜ。鉄子ちゃんかやや遅れ気味かと言ってるけど大丈夫？あと1分20秒か。江ノ島駅も行き止まりだから徐行してるのね。そや70キロも出してたら危ないだろうよ。ブレーキが効くかどうかね。マリサはアクセル踏んでそうだし、いくら運転してたでもブレーキとアクセル間違わんわ。停車駅が近づいてきたので落ち着いてやりましょうね。お前が煽るから落ち着かんわ。煽ってないわよ。編成数が4両だから短いホームの方へ行くんだな。端っこの4番線ね。あと時間約50秒あるから余裕だわ。気を抜かず慎重にね。向こうの1番線に止まってるのはロマンスカーの EX3 だな。珍しいわね、江ノ島線では見かけないのに。いやいや走ってるだろうよ。後で時刻表で見てみるわね。片瀬江ノ島停車。装着しすぎたわ。 S ランク目指してもう一回するか。というわけで全区間突破しました。おめでとうございます。次はこの赤い特急ね。その前に白い特急やりたいなあ。まあご視聴ありがとうございました。